映画窓辺にてです。11月4日公開です。ぜひご覧ください。シネマトレーサー。ありがとうございます。ありがとうございます。減量しました。数字まで覚えてないんですけど、でも結構しますしたはずです。僕は、食べなかったり、割とこう、その環境、ここでの環境と近しい感じでやったかったので、結婚した。月の満ち欠けよろしくお願いします。山崎さん、一言お願いします。ありがとうございます。僕から見るとすごくピュアな方で、恋人役ということで自然にこう 愛していける、すごく相性がぴったしだったなと個人的には思ってます。そうね、もう毎朝起きると良平さんに会いたくなるぐらい、すごく恋しくなる時間がたくさんあって、それだけやっぱ二人の距離感というか信頼関係があったんだなというふうに思います。恋人役ということで、どのような役作りをされましたか？そうですね、恋人役ということよりも、その僕演じた役のセクシュアリティがそのゲイということで、ゲイの方々にたくさんインタビューさせていただいたりとか、あとモデルとなった方のお知り合いにたくさんインタビューさせていただいたりとか、こうインタビューを重ねて作っていった感じですね。なるほど。はい、僕も親友にゲイの友達がいるんですけど、僕と一緒に時間を過ごしていろいろ教えてもらったりで、まあ、もちろんテクニカルなこと、トレーナー役でもあるので、ジムのトレーナー、パーソナルトレーナーとしていろいろ勉強したりとか、自分もトレーニングしたりとか、いろんな形で役作りをしました。映画エゴイスト2月10日公開です。本当に素晴らしい、見てくださった方々にそれぞれ違う思いを、受け取っていただける作品になっていると思います。ぜひ楽しみにしていてください。本当に素晴らしい映画が完成しました。僕も大好きな作品になりました。一人でも多くの人にこの映画を見て、感じ取って考えてほしいなというふうに思います。よろしくお願いします。本当にまあ、この2人と、あと阿川さん含めた3名の芝居を、まあ、大きなスクリーンで見てもらいたいなと思います。ぜひ劇場で見てください。よろしくお願いします。ジャンペット歩かれていかがですか？ね、こんな感じなんだなっていう印象ですけど、楽しいですね、なんか思いのほか、はい、楽しみです。映画主演はいかがでしたか？映画主演、まあ、すごく監督自身もね、初監督だし、10年かけて書いた小説ってこともあって、僕もすごい意気込みました。はい、小田さん、共演いかがでしたか？すごくこう温かい人柄というか、大変なシーンも2人励まし合いながら一緒に映画作ることができたので、すごくこれからもお芝居たくさん見たいなと思いました。いや、ありがとうございます。はい、一緒に ね、ぜひお待ちいただきたい。映画ファンに、はい、お手柔らかにこの長いドレスです。私はゴールドのこのスパンコールが、はい、ポイントです。共演はいかがでしたか？そうですね、なんか本編の方がとてもヒリヒリするような関係性だったんですけど、なんか2人での時間も長かったので、なんてことない話もできて、なんか和やかに現場が進んで、すごく心地よかったです。初めて多田さんとご一緒したのが母性だったので、すごくいろんなことを思い出しますね。初めてお会いした日のこととか、はい、多田さんのことをどんどん知っていくきっかけになったので、すごく思い入れのある作品です。大人よりも前に、はい、はい、母性ぜひご覧ください。見てねポイントすごい聞かれる。あ、本当ですか？ちょっとハロウィンっぽいところ。今回どんな作品になってますか？そうですね。母と娘の話ですけど、すごくそれを、なんていうか、こう激しい母と子とか、ドラマチックなっていう感じではなく、淡々と、こう一人の女性が抱える思いっていうのを紐解いていく、静かな、いい映画になっていると思います。監督です。私のお母さんが公開になります。本当に一人でも多くの方に見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。
当に初めて の経験で、でもそれも初の主演映画でこうやって歩かせてもらえて、もうこのメンバーと一緒に歩かせてもらえてること本当に嬉しいですね。今回はどんな作品になってますか？今回はそうですね、一言っていうのは難しいんですけど、まあ戦争をテーマにしている作品なので、本当に世界中の人に届くメッセージがあると思うので、本当にさっきも言ったんですけど、まだ配給も決まってなくて、自主制作なので、なんか今日スタートに世界中の人に届いていけばいいなと思ってますね。最後にカメラに向かってゴーディアンズに一言お願いします。ゴーディアンズゴーディアンズの皆さんは、そうですね、僕自身 その今まで見たことのない一面だったりキャラクターを見てもらえると思いますし、まあ本当にどんな人にでも感じてもらえるものがあると思います。本当に世界中に届けば嬉しいなと思っている作品です。ありがとうございます。よろしくお願いします。トカーペットいかがですか？やっぱりそのすごいところで、やっぱりなんていうんですかね、僕が登ったっていうのがとても、まあ、自分の中でもとても嬉しいし感謝しかないですね。撮影はいかがでしたか？撮影はとても楽しい現場で、なんかやっぱり年齢層もほぼ同じだったりだとかしたんで、やっぱりみんなラフにというか感じで、それこそ友達っていう設定というかだったので、結構喋りやすかったりだとかしたんで、とても楽しい現場になりました。ありがとうございます。ぜひザコドミの大衆だけ、映画館にて、見てください。よろしくお願いします。ありがとうござい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 ます。いや本当になんかいい時間になりましたね。本当映画をメインでやってる第一線で活躍してるスタッフとか、まあ、キャストも揃ったので、なんかそういう中で本当最高レベルの作品がドラマができたんじゃないかなって思うので、ぜひ見ていただきたい。いや本当そうですね、自分はこう本当に、先輩たちに助けてもらってで作品も最近自分が見させてもらって、こう素直にこう見てほしいって思えるような作品なんで、まあ、見てほしいですね。本当に見てほしい、感じですかね。はい、ありがとうございます。あとから見てお二人はいかがでしたか？いやもう本当にもう バッチリの相性、バッチリの二人で、本当に原作ファンの皆さんも納得してもらえるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ぜひ楽しみにしててください。ガンニバル12月28日から配信されます。ぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。これが何なんだ楽しいです。楽しいです。今回どんな作品になってますか？すごいなんかちょっと民話をベースにしているので、少し昔話のようなけど、その現代に通じるテーマがあるんですよ。撮影現場はどんな感じでしたか？私山の中でずっと撮ってたんですけど、本当にでも何ですかね、すごいみんなで一つのものを作り上げているという感じがあって、すごく素敵な時間でした。映画山女ぜひよろしくお願いします。はい、まあ、ぜひ、あ、そうか、どうなるか、まあね、楽しみに見て、待っていていただければなと思います。はい、今回は流したもんか、ぜひご覧ください。本当に出会いと別れっていう、もうね、ずっと普段生きてて誰もが当事者の、誰ももうその部外者のない、全員経験する、ね、出会いと別れっていうものがテーマで、そういうものとどうやって付き合っていこうっていうことが自分の中にテーマがあって、それがもう映画全編に焼き付いてる映画になりましたね。一生懸命ただ頑張らせてもらって、だけど撮影が終わった今でもそのなんか地続きでその世界が自分の中にある感じが今でもしてるんで、今後もこの皆さんからもらった礎を大切に俳優人生頑張っていきたいと思います。小山さんはいかがですか？もう本当に真人のその真っ赤だけども本当に真っ直ぐな、ある種青い熱量みたいなものをずっと浴びながらやってたので、なんか本当にその、なんていうの、乗りこなすではないんだよ、サーフってイメージでもないんだよ、なんかこう、そ
ことこうずっと戯れてたみたいな。でもそれはすげえヒリヒリしたもんなんですけど、なんかすごくいい時間でした。ありがとうございます。ありがとうございます。東京映画祭、東京国際映画祭、オープニング本当におめでとうございます。今回私は審査員を務めることになりまして、ジューリーさんはじめて、審査員の皆さんと一緒に、頑張りますので、皆さん何卒よろしくお願いいたします。はい、東京国際映画祭今年も開催されました。私は111本ものたくさん の作品が上映されるので、ぜひこの機会に遊びにいらしてください。よろしくお願いします。今日はね、レッドカーペットね、こう気分がいいんだけど寒い寒いよ。でもね、ね、セブン頑張ろうな。よし。でも映画を本当に見ていただきたくて、あのアイアムコメディアンで、うん、この監督たちがこうやってくれてるんですけども、監督も非常にね、だからこう、まあ、コメディを通してなんかいろんななんかなんていうんですか、こうなんか結構見て見ぬふりされてる日本中 の景色が多分見れると思うんで、ただぜひ見てほしいと思います。それちゃんと映画タッチになってて本当に見やすくなってると思うんで、はい、ぜひぜひ、はい、見出したら止まんないですよ本当に。大きいの見たんですけど、最初の10分ぐらいはまあ知ってるしな相方のことと思ったんですけど、見ていかば行くほどに僕の知らん情報がどんどん出てきて、これ知らない人から見てもすごいいいドキュメントになってると思います。はい、アイアムアコメディアンパラダイス。あとシネマトゥデイで連載させてもらってるんですけど、すごいギャラが安いんで上げてください。よろしくお願いします。